ワンオレ甲府の方に今期半年ですが期限付き席のレンタルということで修行してくることになりました。ここで一回福岡に行ったんですけれども、そこで学んだことや FC 東京で今年半年学んだサッカー、それを最大限に生かして、やっぱりワンオレで自分の最大限の魅力であるシュートだったりゴールに向かう姿勢っていうのを発揮して、私一番はレベルアップというのをやっぱり目標として選んだので、まあ、半年というこのタイミングでの移籍というのはすごい自分の中でもそう考えたことがあったんですけど、まあ、やっぱり決断して強い意志を持っていくということなんで、それ以上やっぱり中途半端にできないと思っていますので、やっぱりゴールを決めてしっかりみんなにも応援してもらえるように頑張りますので、これからもアザーズの応援お願いします。